文京区白山にある慶華高等学校。誠実、努力、闘志、笑顔をモットーに大会での勝利を目標に練習に励んでいます。今回は3名の選手に意気込みを伺いました。個人的にも団体的にもベスト8が目標です。自分が入部してから3年間っていうのは上級生が少なくて、相手チームとの経験の差っていうのがあって、けど今回は3年生がほとんどメインで、3年間やってきたメンバーで最後の夏に挑めるので相手との差はないと思います。自分は1番を打ってるので、まず初回自分が出ることによって先制点を取れるように、塁に出ることを心がけています。3年生から1年生まで全員そういう厳しい上下関係もなく、チームもいい雰囲気でやれているので、チームの団結力っていうのは一つの武器だと思ってます。その後輩のお手本になるような、後輩が参考にできるようなプレーをすることを心がけています。もともと守備がちょっとムラがあってミスがあるんですけど、打撃は爆発力は持っていると思います。場所は環境は悪いんですけど、試合になると一気に全員で相手に向かっていける団結力が持ち味だと思います。理想はピッチャーが4失点以内で、打線が10点取るのが理想です。